反射屈折望遠鏡、または、カタディオプトリック式望遠鏡は、レンズと鏡を組み合わせた、反射屈折光学系の望遠鏡である。カタディオプトリックは、カタアプトリックとダイプトリックの合成語である。ベースとなる光学系と補正レンズの組み合わせによって、様々な方式のものが考案されている。シュミット式望遠鏡、ベルンハルト・シュミットによって発明された。 急面主鏡を用い、大仏側に工事非急面の補正レンズを置いて、急面収差やコマ収差を除去した形式の望遠鏡である。シュミットカメラと呼ばれることも多い。シュミット式望遠鏡の増面湾曲、鏡頭が長いなどの欠点を軽減しようと考えられた形式の望遠鏡である。シュミットカセグレン式望遠鏡、カセグレン式望遠鏡の放物面主鏡と、 双極面副鏡を共に、球面鏡で代用して、研磨を容易にした形式の望遠鏡である。球面鏡を用いたことによって生じる収差は、シュミット式望遠鏡と同様の工事非球面の補正レンズによって低減する。比較的安価に大口径のものが製作でき、またコンパクトな形になるので市販品も多く作られている。マックストフカセグレン式望遠鏡。 シュミットカセグレン式望遠鏡のシュミット式補正レンズの代わりにメニスカスレンズを補正レンズとした形式の望遠鏡である。主鏡、副鏡ともに球面で製作できるためコストが安くなりかつ精度を高く作れる。副鏡はメニスカスレンズの中央部をメッキして代用することが多い。最近ではさらに設計の自由度を増やしよりよく周差を補正するために副鏡を メニスカスレンズから独立させたものもある。シュミットニュートン式望遠鏡、ニュートン式望遠鏡と同様の光学系で、放物面鏡の代わりに量産性に優れた球面鏡を使用し、球面周差を開口部のシュミット補正板で補正する形式の望遠鏡である。ニュートン式望遠鏡と同様の光学系で、放物面主鏡の代わりに量産性に優れた球面主鏡を使用し、 開口部にマクストフカセグレン式望遠鏡と同様のメニスカスレンズがある形式の望遠鏡である。同平ラ観測所で人工衛星の観測に使用されたベーカーナンカメラシミット式望遠鏡の補正板の代わりに3枚の補正板を開口部に備える形式である。格子や核での観測に適する。1958年にスミソニアン天体物理観測所によって 人工衛星の追尾のために、全世界に12台が設置され、その中の1台は、三鷹市の東京天文台に設置され、1968年に、同平観測所に移設された。リッチー・クレチアン式望遠鏡に補正レンズを加え、カタディオプトリック式とした望遠鏡である。ありがとうございます。